よし、三人目殺した。トナーを撃て。オーライ。逃げた。チョコバカと逃げやがって。おい、どこ行った？おめえら、爪が甘えよ。見てな。ほんと、負ける気がしねえ。ひゃっほー、マジかよ、これで20連勝だ。楽勝だったな、坂本。よく言うぜ、ほとんど俺がやっつけたんじゃねえか。すっげえ、星4つになった。世界ランク10位だってよ。ブトゥームやってる日本人に俺らの敵はいねえな。ブトゥーム、全世界で300万本以上売れているこのゲームの武器に銃の類はない。爆弾のみだ。ビムと呼ばれる8種類の爆弾を戦略的に使いこなし、相手に見つからずソナーを使っていかに相手を見つけ出すか。22になっても職に就けず冴えない日々を送るだけの俺の人生だが、このブトゥームというネットゲームの世界では誰よりも強く、誰よりも尊敬され、そして誰よりも偉かった。ここどこだ？体が痛い。なんで？ここは一体わからねえ。なんでこんなところにいるんだ。なんで何も思い出せねえんだ。確か部屋でブトゥームやってて、携帯、圏外かよ。くそ、なんだこれ。俺のバッグ、財布は無事、着替えもってことは泊まりで出かけた。なんだこれ。とりあえずここがどこか調べないとな。あっつ。どうやら相当南に来てるみたいだな。大事に飲まないと。弁当買っといてよかった。このポーチ見覚えがねえ。誰かがバッグに入れたのか。なんだよこれ。やべ、なんか押した。予感が。まさか。なんだ、なんだよこれ。これ全部爆弾。俺、知らねえぞ。あ？なんだ？うわっ！なんだあいつ。リアルでブトゥームをやれ？冗談じゃねえ。そんなことできっか。ゾング、ブトゥームの基本は相手からうまく隠れること。逃げるが勝ち。うわ、来てる。なんでわかんだよ。あいつなんで反撃しねえ。この後に及んで綺麗事ほざくつもりか。
なんだよおい、不発か。さっきは爆発したじゃねえか、ざっけんな畜生。なんで今頃。あの野郎、爆弾の使い方も知らねえのか。死にな。また外してけ。命までは。参った、降参だ。許してくれ。甘かった。どこ行きやがった。まだくたばってねえはずだ。出てこい、ふぬけ野郎。レーダーがあるなら隠れても意味がねえけど、なんで俺の爆弾は。あの時は数字がタイマー式か。くっそ、なんで今まで気づかなかった。さにブトゥーム通りってことか。落ち着け、落ち着くんだ。俺は世界ランク10位のチームのエースだぞ。タイマー式だって使いこなせる。おい腰抜け。もうアバよ、腰抜け。やるしか。バカが、出した頭を狙い撃ちにしてやるぜ。仕方ねえよ、こうしなきゃ殺されてた。正当防衛だ。俺は悪くねえ、俺のせいじゃねえ。夢、そうか、こっちがリアルか。